東京都、後楽園ホールにて全日本プロレス、新春ジャイアントシリーズ2024が開催、ダブルコート。ウィリアム・リーガルの息子、チャーリー・デンプシーが三冠王者の中島勝彦から直接勝利を奪った。中島は2002年に WJ プロレスから当時史上最年少であった15歳9ヶ月でプロレスラーデビュー。 その後は佐々木健介に指示して健介オフィスを及びダイヤモンドリングで活動し、2008年からノアに参戦。2015年にノア所属となってからは2度の GHC ヘビー級王座大会や史上初の N1 ビクトリー2連覇を達成するなど団体の中核を担う選手となった。しかし、中島は今年9月末を置いて突然のノア対談。フリーとなってからは全日本プロレスへと殴り込みをかけ、 11月には青柳優馬を制して三冠ヘビー級王座を退官。12月には大森北斗とともに世界最強タッグ決定リーグ戦優勝。さらに大晦日には健介オフィス時代から色々あった宮原健斗を倒して三冠王座を防衛するなど全日本で頂点を極めている。フリーとなった中島は唐突に闘魂スタイルを掲げ始め、 今ではすっかり赤いマフラータオルがトレードマークに。さらに、中島はアントニオ猪木さんと縁が深い、過激な仕掛け人、新馬久氏から、炎のファイター、の原曲である、アリボンバイエ、お入場曲として使用する許可を取り、新馬を伴って試合に臨み、闘魂伝承、お叫ぶなど終わりの見えない闘魂継承者戦争のダークホースとして踊り出ている。 そんな中島に全日本側が資格として用意したのは、ウィリアム・リーガルの息子であるチャーリー・デンプシー。デンプシーは父からヨーロピアンスタイルのレスリングを受け継いでおり、WWENXT で活躍。父からも WWE 所属選手として初となる三冠王者になることを期待されて全日本マットへ送り出されている。参観戦を翌日に控えたこの日は、 中島勝彦鈴木秀樹 VS 安在ユーマチャーリーデンプシーのタッグマッチが実施。序盤戦ではクラシカルなレスリングを武器に戦うデンプシーに対し、中島はグラウンドに付き合わず強烈なミドルキックを軸にボディ攻め。終盤に再び 1VS1 の対面が実現すると真っ向からのエルボー合戦を展開。エルボースマッシュで隙を作ったデンプシーがダブルアームスープレックスで叩きつければ、 ンンもジャンピング2で追撃デンプシーが見事なブリッジを各くジャーマンスープレックスホールドで叩きつけるも中島はカウント2でキックアウトならばとデンプシーは父の必殺技でもあるリーガルプレックスを狙うが中島が持ち上げられた反動を使って顔面に膝蹴りをはたき込み怒涛のサッカーボールキック連打からバーティカルスパイク さらにダウンしたデンプシーの腹部にサッカーボールキックを叩き込む容赦ない追撃からハイキックを放つも、これをかわしたデンプシーがブリッジ式の逆さ押さえ込みで3カウントを奪った。3カウント王座への思いを語るチャーリー・デンプシー。バックステージに戻ったデンプシーは、明日だ。中島さんに俺が挑戦する。今日はヨーロピアンスタイルが闘魂スタイルを打ち倒せることを証明した。 トリプルクラウンは NXT からやってきたこの俺、チャーリー・デンプシーがいただくんだ。明日は1バーサス1だ。必ず俺が勝って3冠ヘビー級のベルトをアメリカに持ち帰って NXT、そして世界にアピールするんだ、と王座ダッシュに向けて自信満々。一方、中島はノーコメントで会場を後にした。